郵便車、郵便車とは、郵便物を運送するために、郵便事業者や輸送受託者が保有し使用する車両。鉄道車両としての郵便車と、自動車としての郵便車がある。日本の鉄道制度では1872年、明治5年6月13日から1986年、昭和61年10月1日まで鉄道郵便が制度化されていた。略して、 鉄油。日本の車両区分では、郵便の頭文字の、油を採用していた。また、扱いは、荷物列車と同じ扱いとなっていた。そのため、一般の旅客列車に連結されたり、荷物車と共に蘇生された、専用列車も運行されたりしていた。郵便物運送委託法は、郵便物の運送等を運送業者等に委託する、場合に関し、契約による場合とは別に、 総務大臣の要求があるときにしなければならない行為を定めている。この中で、鉄道により、運送事業を営む運送業者、鉄道事業者は、総務大臣の要求があるときは、定期の列車に、郵便物の運送に必要な設備を有する車両、郵便車を連結して、郵便物を運送しなければならないとされており、また、必要な設備の維持、供給が求められている。 かつては、この規定に基づき、幹線や循幹線の長距離の定期旅客列車、主に普通列車、急行列車や荷物列車など沢の列車に、郵便車が連結され、盛んに郵便物の運送が行われていた。郵便車は、日本国有鉄道以外に、東武鉄道、秩父鉄道、大見鉄道、島原鉄道、鹿児島交通など一部の私鉄でも運行されていた。期限については、 明治時代の鉄道開業初期にまで遡ると言われており、正式な開始は1872年、明治5年6月13日となっている。当初は単に郵便物を運ぶための手段であったが、1892年、明治25年には、専用の車両が作られ、車内で郵便物の仕分けなどを行うようになる。以来、全国に郵便車が走り、東京駅や上野駅、 大阪駅など主要な鉄道駅では優待、行き先別に仕分けした郵便物を収納した麻袋で、表札という宛先郵便局のタグが付いていた小包みの積み下ろし作業が行われ、各地に郵便物を運んでいた。郵便車は各鉄道郵便局の職員が乗り込んで、郵便局としての機能の一部を持ち、車体側面に設けられた投函口と駅のポストに投函した便物では、 宛先方面に向かう郵便車内で、消し印が押されることが多かった。この消し印を、鉄郵院と呼ぶ。専用の郵便車は、戦前は、停心省、戦後は、郵政省が所有していたが、荷物車あるいは座席車、またはその両者との合わせ作り車も多く存在し、合わせ作り車の場合は、国鉄など鉄道事業者が、所有していた。車種としては、 客車が多かったが、雲湯141系電車など、電車や、機動車にも存在した。郵政省の予算で製造するため、国鉄の車両より設備が良く、急行の普通車に冷房がなかった時代に製造された、木25系機動車に製造当初から冷房が付いていた例もあった。鉄道郵便には、主に3つの種別があり、職員が郵便車内で、郵便物を区分けし、 周廃もより駅で優待、小包を積み下ろしする、取扱い便、職員は乗務するが、区分け作業を行わず周廃もより駅で優待、小包を積み下ろしするだけの誤送便、職員が乗務せず施錠したまま優待、小包を運ぶ、締め切りに分けられていた。鉄道郵便車を使った輸送は、戦後の1970年代まで、国内の郵便輸送の主役で、 幹線や感線に郵便車を連結した列車が多数運行されており、郵便番号体系も鉄道輸送を前提とした設計がなされ、今も一部にその名残がある。事例としては、田原本局、奈良県四季郡田原本町が王子局、同北葛城郡王子町より分岐した枝番になっている愛知県北下良郡豊根村富山、旧富山村は、 静岡県松市天竜区の三作保郵便局の枝番で現在でも JR 飯田線を経由し周廃を行っている小後田局、宮城県東田郡三里町から古川局、道大崎市へ分岐していたなどがある。しかし、1971年、昭和46年をピークに飛行機や高速道路網の発達でシェアを落とし、1984年、 昭和59年1月末をもって、取扱便の休止、1986年、昭和61年9月限りで残されていた、誤送便、締め便も、休止、郵政省が所有していた、鉄道郵便車は、廃車され、鉄道輸送の幕を閉じた。郵便輸送全廃に伴い廃車となった郵便車の中には、郵政省所有だったため転用が効かず、 雲湯143型や一部の水湯15系のように、製造から4年しか使われなかったものもある。優政賞としても、自制の国有財産を鉄道車両だからといって、無償、格安で、国鉄に譲とするわけにはいかず、国鉄も、特定地方交通線の廃止などで、車両は余っている時期であり、改造費のかかる郵便車を優勝で引き取るメリットが、なかった。なお、 その後の事情の変化、瀬戸大橋や青函トンネルの開通などにより、2009年、平成21年現在では、日本貨物鉄道、JR 貨物のコンテナ貨物列車によって、航空金製品並びに特に速達性の要求されない郵便物が鉄道輸送されている。また、宅配便業者の一部は貨物鉄道を使用しており、 佐川急便と日本貨物鉄道 JR 貨物によるスーパーレールカーのようなチャーター便も存在している。2006年、平成18年、新越谷郵便局旧郵便事業新越谷支店が鉄道コンテナ輸送の利便性を考慮して越谷貨物ターミナル駅の資金に開局し、その立地を生かして2007年、平成19年以降はここずつ未到の 大量差し出しの引き受けを担当している。電車、機動車の郵便車、合わせ作り車を含むはすべて取扱便車であった。また、交流用、交流直流両用の郵便電車は製作されなかった。フランスの高速列車 TGV には郵便車のみで編成された列車 TGV ポスタルが1984年から2015年まで 運行され、郵便物の高速輸送に貢献していた日本の新幹線においては、郵便の特殊取扱いの一部の輸送に利用されたことがあったが、翌朝10時郵便ビジネス郵便、新特急郵便地域総合間サービスを参照、専用の車両を用いるには至らなかった。ヨーロッパの場合、ほとんどの国が陸続きであるためか、在来線を含め列車による郵便輸送が多く行われている。 色は日本と違って黄色に塗られているものが多い。また、イギリスが舞台の人形劇、機関車トーマスでも郵便車が登場しており、ブレーキ車と一緒にパーシーやトーマスに牽引されていた。2014年現在、アメリカにおいては国土が広く、かつ都市が各地に散在していることから列車による郵便物の輸送はほとんど行われておらず、多くは 飛行機と自動車で運ばれている。そもそもアメリカの歴史のある航空会社のほとんどは一般旅客輸送よりも安全性やペイロードの障害が少ない郵便輸送を主目的の一つとして創業した経緯があり、事実、その初期には郵便輸送に伴う政府補助金によって採算を成り立たせていた。とはいえ、かつて鉄道が唯一かつ重要な 高速輸送機関であった時代には、レイルウェイ・ポストオフィス、通称、アーピオと呼ばれる郵便車が多数活躍していた。得意な点として、通貨機において、メールフックと呼ばれる設備を利用し、さながら日本のタブレット交換のような手法で、郵便袋のけ渡しを行っていたことが挙げられる。1978年9月30日をもって、すべての郵便輸送が終了となったが、その後も、 生体、動体問わず、各地に保存車両が残されている。日本郵便株式会社に所属する車両、主として周配用と、輸送委託事業者に所属する車両、主として郵便局間等の拠点間に輸送用がある。明治期以降、鉄道郵便輸送が実施されるようになってからも、鉄道路線の内区間や、鉄道駅と郵便局間の受け渡し区間の郵便物の輸送には、 郵便馬車や人力による低送車が用いられていた。自動車の発達に伴い、これらの輸送も機械化が図られるようになり、日本においては、大正中期以降、東京市内の郵便局関連装便への導入を、川切に大都市内の局関連装便や、局駅間の受け渡し路線に、自動車創業者請負いによる、専用トラックでの運送、専用自動車便が普及した。また、 バス路線の開設に伴って、小荷物と同様の扱いで、バスに湯体を積載して輸送する方法、宅送自動車便も、同時期から地方路線を中心に普及している。その後、鉄道郵便輸送力の不足する区間や、電車化による頻繁運行化で、郵便物積み下ろしに適さなくなった大都市近郊の区間などで、鉄道から自動車への転換も行われた。 1942年、昭和17年には、太平洋戦争勃発に伴う、戦時体制化で、郵便輸送力を確保するため、郵便専用自動車事業者の統合、集約化が進められ、停信協裁組合、後の郵政省職員協裁組合等を主要主として、日本郵便低層株式会社が設立された。終戦後、宅送自動車路線の中には、 燃料等の調達難により十分な輸送力を確保できない一方、復興に伴う旅客、郵便物送方の輸送量の増加により混雑が激化し、優待を積載しきれない等の輸送困難事例も生ずるようになった。1950年代頃からこのような路線においては専用自動車化が図られ、バス事業者も専用自動車を導入して、 バスタクソーから転換するで生じた。バスタクソー路線については、1960年代以降路線バスのワンマン化が拡大するにつれ、未約作業が困難となることから、専用自動車への転換がさらに進むこととなった。1965年、昭和40年の名神高速道路全通に伴い、1966年、昭和41年10月からは、道道路経由で、 名古屋大阪間を結ぶ航空郵便受け渡し専用自動車便が運行を開始。1969年昭和44年には東名高速道路全通により道道路を運行する専用自動車便の運行も開始された。1984年昭和59年以降、郵政省は全種別郵便物の全国翌日配達または よくよく非配達が可能な体制を構築し、郵便のサービス水準を向上させることを目的に、郵便輸送体系全体の見直しを図ることとた。このため、郵便物の航空機積載の拡大と合わせて、陸上輸送では、鉄道郵便輸送を廃止し、実質的にダイヤ設定のできる自動車輸送主体の輸送システムへの転換を進めることとなり、 国鉄のダイヤ改正に合わせて段階的に鉄道郵便線路の廃止と地域間自動車路線の整備を実施。1986年昭和61年10月に転換を完了した。以来、日本国内の郵便輸送は自動車輸送を中心とする体系となり、現在に至っている。2010年代に入ってからは過去の客層自動車便のように路線バスに 郵便物を積載する、価客混載が行われるようになってきており、JR 四国バスは2017年、平成29年7月21日から、大土地線を置いて、郵便物輸送を開始したほか、宮崎交通も2018年、平成30年2月20日から、サイトバスセンター村所管で、日本郵便、ヤマト運輸との共同で、郵便物と宅急便の共同積載輸送を開始した。 日本郵便とヤマト運輸の路線バスによる共同積載輸送は初となる。軽四輪車から大型車まで各種規格の1ボックス版やパネル版トラックが使用される。2トン車以上の車両はロールパレット2役に対応した加湿仕様とし、積み下ろし施設の状況によりパワーゲートを装備することもある。チルド U パック向けの冷蔵車や冷凍 U パック向けの冷凍車。 航空郵便受け渡し用の航空コンテナ輸送車もある。用途としては、主にポスト収集や配達用として、軽四輪車と一トン車が、大口周廃や、地域内輸送用として二トンから四トン車が、地域間輸送用として四トンから十トン車が、使用される。初期においては、有体の2姿の郵便物を積載することから、平型台の車両も使用されたが、受損防止、 安全性などの観点から、1950年、昭和25年3月に、郵政省が制定した郵便専用自動車車対角基準により、箱型車体を原則とすることとされた。また、この基準により、車種別の二台容積や図書標識表示についても、全国統一規格化が図られている。郵便車の赤色塗装と郵便番号の標識形質は、 長期間にわたり定着した。郵便物の荷姿については、積み下ろし作業の省力化、郵便物の破損防止などのため、1986年、昭和61年以降、優待からプラスチック製ケースとロールパレットへの転換が進められ、1990年、平成2年より全面的に転換した。百九十六年、平成八年の保冷郵便。 チルドユーパック取扱い開始に際しては、チルドコンテナ、ホレーロールボックスが取扱い郵便局に配備された。渡橋た,た通常郵便物は、容積に比較して、重量の大きな物件であり、容積の大きな小包み郵便物との混載としても、過失容積いっぱいに積載した場合過積載の恐れがある。このためもあって、郵便物、 小包みも含む輸送用のロールパレットの規格は、宅配便事業者のものに比較して高さが低く、郵便物用は1.7メートル、宅配便用は日本通運の例では2メートル、ロールパレット化以降導入された専用自動車のアルミ板2台もこれに合わせて、汎用使用者より高さが低い。輸送委託事業者選定に競争入札が導入された2003年、平成15年4月以降は、 新規事業者が汎用規格のアルミバントラックを用いて参入する事例が増える一方、専用自動車を保有してきた日本郵便低層などの事業者も汎用規格者を導入するようになり、専用自動車規格の車両は減少している。また、新規参入事業者を中心に赤色以外の都色の車両が増加しているが、車両への郵便番号の標識形質は 新規参入事業者も含め継続している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。